探せ。こんにちは。はい、郵便です。ご苦労様。あら、外国からだわ。先生、先生。やっぱみかん。あら、どうしたの？元気ない。先生に犬小屋に戻されたの。モリーとキリーの保育期間終わったからって。そんでここに逆戻り？うん、俺が縁側に転がってるとすごく鬱陶しいんだって。うん、わかる。その図体だからね。つまんないの。よっしゃ、俺に任しとき。外国から手紙が来るなんて初めてですね。あら、どなたからですか？大橋だ。まあ、大橋さん。大橋？大橋さんって桃地の本当の飼い主。急にオーストラリアに赴任なさったんで、桃ちゃんをうちで預かることになったのよ。やや、大橋夫妻が帰国するんじゃと。まあ、こっちには1週間くらいしかおられんらしいが、時間を作って必ず桃地に会いに来るそうだ。さすが飼い主ですね。桃ちゃんに会いたいんだわ。桃地大変。ん？あのね、ぐしゅ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 。まあまあ。桃ちゃん、ご主人が来るの分かったのかしら？ん？動物は勘がいいですからね。そんなことありえん。大橋さん、こちらにお見えになるのはいつ頃なんでしょうね。準備とかありますでしょ？お泊まりになられるとしたら、お食事はどんなものが？そんなことはわからん。やつのことだ。何日か前になったら、また詳しいことを連絡してくるだろう。こちらからご連絡なさってみたらいかがです？今から手紙出しても行き違いになる。あいつがいるのはオーストラリアのメルボルンだからな。それじゃあお電話を。知らん、そんなもの。わしは生まれてこの方、国際電話などかけたことがない。ゆえにあっちの電話番号もきっとらん。はあ、そんなもん威張れますかね。知らんものは知らん。先生のこういうとこ好きさ。ん？こら、よそんちの猫勝手に上がっちゃいかん。何？わあ、なんだよ、いいとこなのに。こんなのいつだってできるじゃん。それより大変なのよ、桃地の飼い主の大橋さんが帰ってくるんだって。大橋さん？ああ、桃地を稲垣先生のところに預けた人だ。桃地ったらね、すっごく喜んじゃって大騒ぎ。よかったじゃん。普段の桃地からは想像もつかないくらいはしゃいじゃってさ。いつもはもさっとしてるのに。そうなのよね。なんか俺も忙しくなりそう。ねえお父さん、外国ってどこにあるの？え？外国と東京ってどっちが遠いの？お、それは外国だけど。桃地はね、先生のところ来る前は東京のなんとかってところに住んでいたんだって。東京のなんとかじゃよくわからないわね。桃地はね、東京と外国は山3つくらい離れてるんじゃないかって言うんだけど、そう？違うよ。外国っていうのはお正月に行ったあの海よりずっと向こうなんだよ。海？みかんに外国を説明するのは難しいな。大橋さんって骸骨でオートリアリアでメボルンで失点長なんだって。え？なんか難しそうでしょ。大変よね。まあもうじき会えるからいいけどさ。あ、そうか。え？大橋さんはどこかの会社のオーストラリアのメルボルンの支店長なんだ。はは、そういうことか。
で、いつ帰ってくるの？そこまではよくわかんないのよ。待ち遠しいわね。うん、わかったら報告する。俺、明日から一日3回は見回りするから。おいおい、みかん、言ってもいいけど、ご迷惑おかけしちゃダメよ。うん、平気。食べてもいいよ。怒んなくてもいいのに、もっとこっちに来れば？またおいで。まったく。ごめんね、また黒縁のやつ悪さしたんでしょう。いいんだよ。ねえ、大橋さん、いつ来るか分かった？手紙来てからもう4日くらい経ったよね。でももうすぐだ。ご主人の匂いがする。え、まさか気のせいだろう。する。へえ、犬って鼻が利くからな。はい、稲垣でございます。まあ、大橋さん。わかったわかった、わかったよ。あら、おかえり。みかんもおやつにする？それどころじゃない、先生んち明日来るって。え、大橋さん？そうなの、そうなの。あー、楽しみ。ももちが喜ぶのはわかるけど、なんでお前までがそんなに興奮するんだ？だってこういうの好き。感動の再会、涙の対面。ももじろー、ももじろ、痛かった。ももちろー、くれぐれもあちらにご迷惑かけないようにね。かけない、俺邪魔しない。そっと木陰で見守るだけだぞ。わーてる、わーてるでしょ。ご主人様の匂い。え、こっちに近づいてきてるのかな。がすごい。布団2つある。大橋さん泊まるんだ。お支度はほとんどできました。もうすぐいらっしゃいますね。ああ。俺さ、大橋さんが来たらすぐ消えるから、すぐ帰るからね。別にいてもいいよ。感激のご対面の邪魔しないから。そんなことしないよ。照れなくていいや、すぐ消えるから。みかんならいたっていい。え、いいの？それじゃあいいよ。かしら、遅いですね。ああ、先生、お食事先に召し上がります？いい、遅いわね。待ってる時って時間の経つのが遅いからやだ。あ、わしが出よう。ああ、大橋か。今どこじゃ。待ちくたびれたぞ。なに、来れんかもしれん。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 大橋さん来なかったんだって？奥様の具合が悪くなったんですって。久しぶりに日本に帰ってきて、挨拶回りとかで疲れたんだろう。ももちゃんかわいそうね。奥さんが元気になったらすぐ来るって連絡あったんだけどね、先生が無理じゃないかって、すぐに帰んなきゃいけないんだって。
もしかしたら桃地ご主人様に会えないかもしれないな。なんでそんなこと言うの。会えるよね桃地、きっと会えるよね。電話あった。なかったの。ご主人の匂いはするんだけど。よし決めた、遊びに行こう。じっとしてだってしょうがないじゃん、ねえ。よーい。あら、またあの猫ちゃん。2着。負けた。相変わらずパワフルね。かわいそうね。もしかしてご主人に当分会えないかもしんないのに。だからわざと元気してるのかな。はい、行きますよ。みかんっていつもこうなんだから。先に帰っちゃったのかな。じゃあ俺も帰ろ。え、帰ってこない、桃地くんが。お宅の猫ちゃんと出かけるのを見たんですけど。まあ、うちのみかんは戻ってご飯食べてますけど。そうですか。ちょっと心配でお尋ねしただけなんです。すみません。いやー、うそー。桃地といつ別れたんだよ。河原で一緒に遊んでたのよ。だけど俺寝ちゃって。それから。わかんない。いつも帰ろうっていうのは桃地なんだ。あいつ律儀者だから遅くなるよって起こしてくれるの。それが今日は起こしてくれなかったんだな。うん。ああ、うちに帰ったんだ。何言ってるの。帰ってないからお清さんが見えたのよ。違うよ、前のうち大橋さんと住んでたとこ。前のうちは東京でしょ。桃地、桃地。みかん、どこ行くんだ。にゃー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 。お母さん。トム。みかんちゃん、なんなのこれ。みんなに頼んでみる。あにゃにゃにゃおにゃももにゃがにゃおにゃにゃにゃおにゃもおにゃにゃがにゃおにゃももにゃがにゃ。にゃ。にゃ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 。
ふんにゃんにゃんがにゃん。見たって、夕方ボタンがももじを見たって。え、ほんと？みんな協力してくれるって。よし、レッツゴー。なんだ、ボタン、ももじをどこで見たの？俺たちこの辺りで遊んでたんだけど。ずっとあっちに鉄橋が見えるにゃん。あそこより向こうの方へ走っていったにゃん。やっぱ東京へ行ったのか。まったかのバカ犬が。大橋にはギリギリまで知らせん方がいいか。お前たちまで出てこんでもいい。桃地は戻ってくる。戻ってくる。ここらはもうワイらの縄張りとっちゃうで。ずいぶん遠くまで来ちゃったわね。みかん、どうする？ここから先は俺だけで行く。みんな、ありがとね。みかん、じゃ、またな。行っちゃった。やろ、うちの人が心配するぜ。あんたの友達のためよ。あいつがおらんとおもろないよってな。じゃ、一緒に行くか。うん。ずいぶん遠くまで来ちゃったね。お腹空いたわ。わい疲れたで。まったく、ももちのバカ野郎。ああ、やばい。気負ったか。強そうよ。しょうがない。やるしかないのか。もまじ、みかん、どうしたの？迎えに来てくれたの？違わい、夜の散歩だい。まったくこのバカ犬が。もうじき大橋が来るって電話があったんだぞ。会えなかったらどうするんだ。先生、もうそのくらいで。そうですよ、帰ってきたんですもの。よっぽど疲れたんだな。ご飯も食べないで寝ちゃったのよ。その日、ももじはめでたく大橋さんと会うことができた。でも俺は眠ってて、その感動の一瞬を見逃してしまった。悔しい。でも嬉しい。から君がそのうち僕
猫大恐怖症のゆきひこさんと猫大好きのやよいさん、二人の恋の行方はボタンだけが知っているなんてね。この次のお話はぶっ飛ばせ恋のライバル、ボタン諦めたらにゃっぱー。